ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ S8 2021年式5500キロこちらの車両になります。少し久しぶりの S8 紹介ということ で、はい、以前大宮店でもご紹介させていただいたんですけれども、1年前ぐらいですか。確かには、はい、少し時間が空いてるのと、なんと今回ご紹介させていただくのは、はい、オプションが結構入ってるお車ということで。そうですね、はい、まあ、全部っていうわけじゃないんですけど、はい、欲しいオプションが重点的に入っているお車ということで、その辺を詳しくご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず外観に関してなんですけど、はい、微妙な違いというか、標準の A8 と、はい、あんまりこう全然違う感じっていうわけじゃないんですよね。そうですね、まあ、統一感ある中での違いを見せる作りといいますか、そういったところでは結構かっこよさも出てるんじゃないかなって思いますね。でおなじみのこのシングルフレームグリルなんですけど、ね、この中のフィンが A8 と少し違うんですよね、はい、うん、そうですね、はい、で A8 だったりすると横がこうはっきりこう2本に分かれてる感じですけど、それと違ったこう一体感のあるグリルになってます、はい、あとバンパーの形状に関しても専用品ということなんですけど、はい、スポーツパッケージにかなり準じたというか近い形状、はい、まあ、スポーツパッケージが多分こっちを準じた感じだと思うんですけど、はい、ちょっと非常にスポーティーなバンパーになってて、まあアウディの S モデルですから、はい、定番のこのアルミニウムルックのマットシルバーのこちらのパーツも一緒入ってると、はい、あとは今回ヘッドライトが、そうですね、あとオプションのレーザー LED のヘッドライトということで、はい、これだけでも意外に見た目も違う。そうですね、違いますね。機能のその照射範囲が2倍っていうだけじゃなくて、はい、実はこのサイドのこの青いのが目印なんですよね。最近の欧州車でちょっとこう青いパーツを差し込むっていうのが多いんじゃないかなと思って。あ、確かに、はい、BM だったり、あとはメルセデスもそうですけど、ところどころこう青いアクセントを入れるっていうのが流行りなのかな。トレンドなんですかね。そうですね、まあ、クリーンなイメージがあるので、ハイブリッドだったりとか、そういったイメージもあるんじゃないかなって思いますね。あと思ったんですけど、はい、アウディが一番なんかこう高級なところとデジタルが融合できてるなって思うんですよ。そうですね、うまいですよね。だから今本当にデジタル化が急速に進んでて、はい、車がいろんな液晶使われたりとか、はい、いろんなところがデジタル化されてますけど、はい、アウディなんかすごくこうスムーズにそれが移行できてる感じが、うんうんうん、そういうところからも見て取れます。はい、あとはこの大きいボディサイズなんですけど、そうですね、こちらの方が全長5185、全幅の方が1945で、全高の方が1475ということで、はい、もう本当に223とほぼ同じっていう感じで持っていただけるといいんじゃないでしょうか。はい、で、もちろん車ショートなんですけれども、日本だとショートしかないんですよ。ですね、はい、海外だと S8 のロングも設定があるということで、はい、まあ、その辺は多分ニーズの違いだと思うんですけど、うんうんうん、そんな感じになっております。そして足元の方、こちらホイールに関しては標準の21インチ標準ですけども、しっかり大きさも20インチありますので、まあ、これだけでもインパクトはあるのかなって思いますね。で専用の S8 のホイールが装着されていると、はい、そうですね、でサイズの方が265-35の21インチですね、はい、でオプションあるんですけど、オプションもサイズは変わらないんですよね。そうですね、デザインは変わってくる、もっと細いスポークになってくるんですけど、ちょっとメッシュみたいな感じ、まあ、そうですそうですそうです、はい、ということでこちらのホイールが、これもなんか攻めすぎたデザインじゃなくて、落ち着いてて逆にこれでいいのかなっていうのもありますね、うん、なんかトップレンジだったらもっとバイカラーにしたりとか、うん、攻め攻めのデザインでも成立しそうな感じはあるんですけど、そうですね、本当にあのデザイン自体は非常にシンプルで、はい、らしいホイールじゃないかな。そうですね、あとはまあアクセントでこうキャリパーが色が変わっているので、これがオプションですよね。はい、ヘッドキャリバーがこちらが装着されてございま す、はい、そして足元の方が、エアサスペンションなんですけれども、はい、プレディクティブアダプティブサスペンションっていう私言えないです僕も言えないです。これがあのカメラで路面状況を見て、はいはい、それに合わせて動くようなサスペンションなんですよね。そうですね、先読みしてってやつですね。通常のサスペンションだと入力があってから対応ってことなんですけど、はいはいはい、まあ、メルセデス のマジックボディコントロールみたいな、はいはい、もう先に、まあ、制御するような感じで、もう本当にフラットな乗り心地になってると、はい、でそれに、貢献しているのが 48V の電動スタビ、はい、これあのアウディワーゲングループの高級車に軒並み採用されてるやつですね。ベントレー のフレングスパーなんかも、はい、ポンチ GT もかな、うん、その辺がついてて、はい、まあ、要は車の車体制御がそれでもできるということで、はい、なんか1100ニュートンぐらいこうかなりトルクがあって、それでグイッてこう車持ち上げたりとかっていうのもできると、はい、でそれが路面追従性だけじゃなくて安全性にもこう
活躍してるの藤本くん知ってますか？あれなんか本当衝突してしまいそうな時にちょっとこう上向きになるというか、そうなんです、逃がしてくれるみたいな聞いたことあるんですけど、側面衝突の時にそっちが上がるようになってるんですよ、はい、で一番車の硬いこのフロアでそれを受け止めるらしいです、はい、でそれでなんかその乗員保護がだいぶ変わってくる、はいはい、まあ、本当に見た目は割とおとなしめなんですねっていう感じですけど、はい、本当に機能はやっぱりもう最先端走ってるアウディですから、はい、そんなのもついてくるみたいな、はい、であとはこの辺がマットシルバーになるのも、そうですね、はい、S 専用ということで、はい、であとはアウディモデル全部共通ですけど、もう全部この曲線生かしたボディラインがいいですよね、はい、そうですね、逆にあの S クラス、まあ、ロングとかだとちょっと間延びしたイメージになってしまうので、逆にこのプレスラインが入ることによって、まあ、シャープなデザインというか、ここでまあかっこよさも保ってるのかなというのも思いますね。そしてここにさりげなくモールが入ってるんですね、はい、入ってますね。これもマットシルバーって感じですかね。ですね、はい、はい、なりますね。こんな感じで割と低くも見えて、はい、本当にスタイリッシュなサイドビューになっております。そして後ろも、はい、当然アウディですから4本通しの265、そうですね、はいはい、同じサイズになります。リアに関してはもうどのモデルも片押しということで、はい、アウディ真面目ですよね。そうですね、堅実ですね、はいはい、でリアもしっかり赤キャリパーになっているということで、はい、統一感あります。そして後ろに回っていくと、後ろもレーザーLED ヘッドライトとセットオプションということで、はい、なってますんで、夜だともう全然違う顔つきになるのかなっていうオプションですね。セットパターンがちょっと違うんですよね。違いますね、はい、でよく見ていただくと、あの OLED、 あの BM の限定車の、はい、限定車、はい、テールが120万円ぐらいすることで話題になった GTS でしたっけGTS ですかね。それも似た感じのが採用されてますけど、このプレートの、はい、LED ですよね。そうですね、これ後でちょっと店頭周り見てみましょう。これ前後でまあ48万のオプションになるんで、あ、そうか、はい、かなりな金額のオプション。そうですね、で見比べると結構違いますもんね。違いますね、全然違いますね、はい、そしてテールランプはこの左右につながった、はい、最近トレンドですよね。トレンドですね、かっこいいですからね、こちらのテールランプ、はい、そしてリアのマフラーに関しても S8 になると別体の、はい、他の A8 とかバンバン一体ですよね。そうですね、はい、一体になるんですけど、こちらは別体になってます。これが2本2本の4本出しのこちらのマフラーになっております。本当に後ろから見ても本当かっこいいに尽きる。そうね、本当にスタイリッシュだし、はい、スタイリッシュですね。なんかこう、なんていうのおしゃれというかそうですね、雰囲気がすっごくいい、はい、堅実的におしゃれですよね。そうだよね、はい、こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前にこのドアノブがスイッチなんですよね、はい、そうですね、ワイヤーとかじゃない感じですよね。軽く引いてもらうとスイッチが反応して自動で開くと、はい、これスイッチ壊れたらどうなるんだと思ったんですけどあのこれ2段階引けるんですよね。あ、これここからさらに ここまでもう一段階引けるということで。本当ですね、ちゃんとスイッチが壊れても開けられるような設計に当然なってくる、はい、でトップレンジですからソフトクローズもついてて、はい、中も標準装備が盛りだくさんということ で、 そうです、ね、まずこのエクステンドのフルレザー、はい、こちらが標準なんでもう至る所がレザー、レザーですね。ダッシュボードもそうだし、はい、ドアもそうだし、いろんなところがセンターなんかも全部レザーになってる、ね、当然こちらバルコナレザーでございます、はい、でシートもこれスポーツシートですよね。はい、なってます。このステッチとパンチングがいい感じじゃないですか、ね、いいですね、かっこいいですよね。ちょっと他のモデルにもつながるこの S のロゴだったりだとか、はい、このステッチの感じですけども、やっぱりこの大きさと、はい、このコンフォートな感じも兼ね備えた、非常に高級感のあるシートになっております、はい、あとは S 専用でデコラティブパネルカーボンベクター、はい、こちらも標準、これちなみに S だけなんで、S だけパネルだけ見ればそうです、ね、S8 ってすぐ分かるという、はい、そしてあとはエクステンドのアルミニウムボタン、これも標準装備 S だけということで、ボタン類なんかもちょっと高級感のあるものになっている、はい、あと機能の方も盛りだくさんで、当然シートの方はシートヒーター、ベンチレーション、マッサージ、はい、全部標準でございます。ついてます。そしてあとステアリングヒーターも S だけは標準装備ということで、はい、ついてます。こちらもついております、はい、続いて乗ってみたいと思います。これ距離浅だからでしょうか、まだ新車の時の養生じゃないかなそうですね、もうこのままって、はい、非常にコンディションが良好でございます。これ光るタイプのスカーフプレートがしっかりついてると。でマットとかシートもあんまりへたりがあんまりとかほぼない、ほぼないですね、綺麗ですね、はいはい、コンディション良好でございます、はい、そして乗ってみると、もうなんかね乗り込んだ感じがねもう100点。そうですね、100点です。この開口部も大きいし、シートも柔らかすぎない。そうですね、しっかりこう腰のあるそういったシートですよね。で調整もそんなにめちゃくちゃ細かくできるわけじゃないですけど、一通りの調整と、はい、
ナンバーサポート、あとはそのシートヒーターとかベンチレーションとか快適装備は全部ついてるんで、まあ、安心して使っていただければ、ね、十分ですね。そしてあとはステアリングがかっこいい。かっこいいですね。これ良くない？はい、いいです。なんか冷静に見たら普通の2本2本のステアリングなんだけど、はい、ここ囲ってあるだけでなんていうか近未来感というか、ちょっと違う風に見えますよね。これいいね。はい、かっこいいです。そしてレザー巻きで全部一周、はい、でステッチはこれグレーですかね。そうですね、白じゃなくてグレーですね。でこれアウディワーゲンちょっと細身なんですよね、はい、でこっちがちょっととんがってる感じで、これ最高です、はい、あとバーチャルコックピットおなじみの 12.6 かな、はい、約12インチのバーチャルコックピット、こちらが、はい、だこれもなんかもうずっとやってきたからか違和感がない。違和感ない。だ最近までアナログで、はい、急にデジタルになってる車、はいはい、M3 が確か次からフル液晶になるということでザワザワしてましたけど、はい、それがない。そうですね、やっぱりデジタルすごくうまく融合してるなという、うん、だもうこの辺の使い勝手は他のモデルでももうおなじみだと思いますので、こんな感じになっております、はい、そしてあとはダッシュボードなんかも全部レーザー、ヘッドアップディスプレイもついております。そうですね、パネル関係結構樹脂が多かったので、ここがレーザーになるだけでかなり高級感あるのと、さっきもありましたけどカーボンと、あとアルカンターラも入ってるんで、まあ3通りといいますか本当贅沢な車ですよね。隙がない。隙ないですよね。でこの水平基調のダッシュボードなんですけど、全部これ繋がってるんですよね、はい、ドアの方まで、はい、デザイン性もすごく高いですね。そしてこの30色かな、アンビエントもさりげない感じ、はい、です、はい、このアンビエントのさりげなさ必要だと思うんです。そうですね、車種名は言いませんが、はい、ちょっと派手めなのもあるじゃないですか。あります。あれはあれでいいんですけど、やっぱり外装と内装となんか雰囲気とマッチしてる、はい、この SE とかなりレベルが高いんじゃないかなと。そうですね、はい、そして大体モニター、メーターと同じぐらいのこちらのモニターは、こちらも同じ目ですよね。はい、同じ目ですね。で日本仕様テレビも全部標準装備ですし、はい、ついてます、はい、まあ、必要な機能に関しては全部ついてるかな。ついてますね、はいはい、そしてシートだったりに関しては、はい、こんな感じで全部細かく、はい、はい、助手席側も確かいけんですよね。そうですね、はい、こちらで全部操作ができますね。全部できちゃうと、はい、高級車に必要な装備は、はい、まあ、大体ついてると。そうですね、だともう本当に細かく、はいはい、あとはさっきうちのカメラマンが言ってたんですけど、はい、これちょっとこのポチって押せた時いいけど、はい、これちょっとでもずれちゃうともう押せないんですねって、うん、あ、本当ですね。少し慣れはやっぱり、はい、このタッチパネル慣れ必要なのかなと。でもこの押した感じが出るのがいいですよね。確かに触った時の感触があるって、はい、ちゃんとクリックがあるんで、はい、まあ、クリックないのからしたらだいぶ使いやすい。違いますよね。でエアコンもこんな感じでコント細かに、はい、当然ステアリングヒーターも、ね、そうですね、はい、ついてますんで、これステアリングヒーター日本仕様 S だけっていうのがちょっと謎なんですけど、ちょっともっとあっていいと思うんですけどね。一応 S だけの特別装備ということで、はい、なりますね。あとモード切り替え、はい、そうですね、はい、なんとコンフォートプラスということです。こんな感じになっております、はい、そしてあとはこの辺シフトもカーボンになるのが、そうですね、 S8 専用ということで、はい、あとはドリンクホルダーと、はい、そうですね、あとセンターのコンソール、これも S8 独自というか、はい、ですよね、うん、はい、そうですね、半分ずつのやつと、あとはあれスライドもするんでしたっけ、はい、今出てたんですね、はい、はい、こういうことでございます、はい、ちょっと上がって前に出る、上がって前にという感じですね、はい、で開いてこんな感じで、はい、USB Type-C が 2K とこんな感じですよ、はい、そうですね、はい、あで、ここが鍵の電池がなくなっちゃった時に置くとこですね。ここですね、はい、鍵マークが、はい、あります、はい、こんな感じになっております、はい、そしてペダル類はこんな感じで、アウディおなじみのアルミのトリムがついてる感じですけども、そうですね、どうですか、かもなく不可もなく、はい、それが一番いいのかもしれないです、はい、ちょっと運転席がこうアクセルペダルの脇が近い気はしますけど、はい、全然全然違和感はないです、はいはい、オフセットしてるってこともないです、非常に乗りやすいです。そしてあと天井関係、このルーフライニングがアルカンターラがオプションということ で、ね、これもオプションですね。これいいね。そうです、全然質感違いますね。だいぶいいです、はい、そしてアウディおなじみこのピラーがこうこっちに取ってあるんでかなり細く見えるんで、はい、視認性もすごくいいです、はい、だから前の視界もすごくいいし、そうですね、いいですね。そしてあとはバイザーなんかもしっかりアルカンターラということで、はい、こんな感じになっております。そしてあとはパノラマサンルーフもついてます、ね、オプションということで、はい、いいですね今回の車。もうフル装備に近いですね、はい、ほぼ近いですよね、はい、近いです。この大型のサンルーフもついております、はい、
こんな感じになっております。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。はい、そうですね、後ろはもう、はい、助手席の後ろが特等席なんで、そうですね、もう特等席に藤本君座っていただいて、後ろは見てみましょう。はい、こちらからせっかくなんで助手席も僕ベストポジでお届けいたします。はい、失礼します。まずこちらですね、開けていただくとシガーと、はい、あとこちらですね、150W のコンセントも使えるので、コンセント使えるんですよ。使えるんですよ。そうなんですよ。ここも一つポイントかなと。でしっかりと4ゾーンになっているので、エアコンの調節と、あとはですね、こちらですね、まあ、一番の特徴的といいますか、アームレストが、はい、こちらになります。でこれがただのアームレストじゃないんですよね。じゃないですね。電源入れていただければ、はい、この全部ここのパネルで操作ができるような形になりまして、もちろんエアコンも4ゾーンなので、こちらで、温度設定ですね、温度設定もそれぞれでできるように。でこのパネルもフロントと同じような操作感なので使いやすいですね。はい、もちろんここだけじゃなくてシートも、実はすいません、はい、失礼しました藤本社長ちょっと贅沢に使わせていただいて、はい、ここで前と、はい、でドア側にもスイッチがついてるんで、そうですね、こっちにもスイッチありますんで、ワンタッチで、はい、くつろぎポジションにもできちゃうと、はい、座面がこう前に行くので、私体がやってもらっていいですか。はい、180ありますが、しっかりと、180あるの？180あるんですよ。マジ？体重85キロ。そこは聞いてないそれでも天井拳1個分ぐらいはあるんで、もう本当くつろげますね。あとはコンフォートパッケージなんで、このヘッドレストが柔らかくて、もう本当贅沢です。はい、だからあのショートとはいえ全然くつろいでいけるというか。あ、そうですね、大人4人が全然快適に移動できる状態、はい、移動できますね。当然ブラインドなんかもついてるんで、はい、2回押していただくとこれも上がりますね。はい、はい、そして後ろも、はい、後ろもしっかりと開きます。もう超贅沢空間じゃないですか。贅沢ですね。もうすぐこのまま寝れますね。はい、こんな感じになっております。なってます。続いてトランクも見てみたいと思います。トランクももちろん握ってもキーレスでも、そうですね、足を差し込んでも、はい、いかようにでも開けられる。開けられます。はい、そして開けていただくと、もうこのサイズですから余裕の容量ということで。そうですね、しっかりとしたサイズで、実際のサイズでいくと505リッター。これ S クラスと全く一緒らしいです。はい、あ、そうなんですね。はい、まあ、もちろん縦横の寸法は違いますけど、はい、容量的な505リッターっていうのは全く一緒みたいです。はい、なんで奥行きも結構あるのと、トランクスルーがついてるんで、そうですね、真ん中だけですけども、しっかりとあそこは倒れますんで、はい、長物もいけちゃうかなと。はい、そして下はこんな感じで少しだけ収納と、はい、あとは工具類が積んであると入っております。これがここ引っ掛けられるんですよね。あ、そうですね、上に引っ掛けられて手を離せる、はい、この感じで仕様になっております。で当然トランクのソフトクローズなんかも、はいはい、全部ついてると。100点ですね。100点ですね、はい、申し分なしです。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、さっき話してましたけど、なぜか8だけは開けるのが左側ということでそうですね、助手席側から7までは右だった気がします。はい、そしてエンジンの方が 3996cc V8 ツインターボ、はい、これもアウディワーゲンおなじみの。そうですね、もう言ったらもうウルスとかカイエンとか、はい、あの辺とかともベースのところは一緒のエンジンということで、はい、音なんか似てる気がもうしますね。しっかりと若干する気がします。はい、でスペックの方が571馬力、はい、トルクの方が 81.6 キロということで、はい、実はこれカイエンターボよりもパワーが出てる。パワフルですね。とんでもない、モンスターセダンということで、これさすがにターボ GT の640馬力にはかなわないですけど、はい、あのカイエンターボ550馬力なんてだいたい21馬力ぐらい上に出てる、はい、でこれに組み合わせるミッションの方がハスオートマティトロニック、0100 3.8秒、はい、で当然この辺のエンジンですから、まあ、シリンダーオンデマンドだったりコースティングだったりその辺も全部ついていると、はい、あとは、ベルト駆動の 48V スターターとジェネレーター、両方兼ね備えた ISG がついてるんで、はい、まあ、いろんな電装系 48V が通ってるんで、電動のスタビだったりが使えるのと、はい、まあ、あとクランキングが、音がしないでできたりだとか、はい、はい、そんな辺の機能もついてると。あと、アウディといえば四駆ですから、はい、こちらの四駆の方が常時ベースとなるのが40:60、はい、でそれが状況に合わせてフロント70リア30もしくはフロント15リア85まで振れるような、はい、仕組みになっているそうです。ただ、はい、多分なんですけど A8 の説明なんですよ今させてもらったら。なるほど、はい、
で S だともしかしたらもうちょっと若干こうニュアンスが変えられてるかもしれないですけど、はい、あのいろいろ資料見たんですけど、はい、何も出てなかったです出ないですねというわけであの A8 の、はい、トルク配分なんですけどもそんな仕様になってるそうです、はい、エアクリもすごいですよね。チンパンジー土屋はなんでここが穴開いてるのかなって触れずにあの、はい喋っちゃいましたけど、これこう開いてるんじゃなくて、ね、ボンネット閉めてダクトが完成するようになってる、はい、だここがこっちにつながってる。そうですね。だここから取り込んでるってことですよね。そういうことです。こちらから入って上を通ってでエアクリに入ってるっていう、はあ、全くロスないじゃないですか。ないですね。そしてスペースが有効活用できてるという、はい、こんな仕組みになってるそうです。はい、続いて遠から見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。999はないんですね。そうセルがそう回る音っていうのはマイルドハイブリッドなんでないです、ね、いやでもやっぱり音量も違うけど、はい、ウルスと同じ系統の音がする。そうですね。ボボボボボボ血筋は感じますね。感じる。はい、さすが。そしてだいぶあの外装紹介駆け足だったんで、はい、補足のところを入れさせていただくと、お願いします。あのさっきそこから出す時もぐいぐいリアタイヤが曲がってましたけど、あそうですね、 4WS も、はいはい、標準装備ということで、これ他だとオプションなんですよね。 A8 だと、はい、そうですね、はい、これがなんと標準装備ということで、あとだからこの車で唯一目立つところでついてないって言ったら、はい、そのバングバング、そうですね、はい、これニョキニョキって入ってくるタイプのバング、ここら辺に。ただ標準がもうそもそもバングで13スピーカーなんで、はい、入ってます。まあ、音質を求める方はやっぱりそこついてた方がいいんでしょうけど、はい、まあ、十分かなという感じはいたします。はい、残念なのがこれが早い気がし、はい、開くのがもうちょっと確かにもうちょっとゆっくりシューッと開いてほしい、ね、意外とパカッて開くっていう、はい、あと中もちょっとこうプラスチックな感じが、確かに質感がもう一工夫あってもよかったかなっていう、あってもいいと思いますね、気がします、はい、でも見えるとこちゃんとここがこうギザギザでこうなってたりとか、いいですね。このアルミマシマシになってるのも S8 だけなんですよね。そうですね、はい。あとは外でも紹介しましたけど、このドアノブ内側もこのちょっと引くだけでこうスイッチを反応したら、はい、で当然壊れた時用にもう一段階こう引けるようになっているという、はい、考えられてんな。あ、開いた壊したかと思った。はい、行きましょう。はい、はい、でまずモードは何モードでいきますか。はい、とりあえずオートからいきましょう。はい、はい、だいぶしばらくぶりに乗ります。久しぶりです。1年ぶりですか。いやだから結構その足元とかは、はい、本当にその上の車格のコンチ GT とか、はい、コンチ GT とかベントレ、はい、フラスパーとかと同じものが備わってるわけじゃないですか、はい、電動のスタビとかこのスリーチャンバーのやさすとか、はい、めっちゃコンフォートしっとりしっとりしますよね。けど21日だけあってタイヤのゴロゴロ感は少し感じます。ちょっとありますね。いいな。ちょっとこれちょっと高速ぶっ飛ばしたいです。これシートが擦れてブーっていうね。はいですね。ちょっとブルーレザーゆえに。はい。はい、これちょっとごめんなさい。あのシートポジション迷子になった。これすごい下がるねシート。そうですね。わあ、めちゃめちゃコンフォート。けどやっぱりタイヤの硬さを感じますね。車はめちゃコンフォート。はい、
タイヤのゴロゴロ感がこのペダルとかステアリングに少し伝わってくる感じがします。あれ結構すごい振動してないこれ、ビリビリってる。ちょっと何かが言ってます何かが言ってますね何かやってる、はい、え車のね動きはすごいねこれすっごいこうそうですね、もうどこまで行っても平ら、はい、だちょっとパイロン置いてこうやってみたいよね。やってみたいですねこれ、どんだけこうフラットがキープできるか、はい、ついにだってスタビライザーも電動だよ、はい、最近の高級車すごいですよね。でカメラで先を見てっていうところがまたすごいですよね、うん、だってそのサイドをこうグイッと上げて、はい、衝突のそのダメージを軽減するやつも、はい、確かアウディが一番最初じゃないかな、223採用してきましたもんね。はい、そうですね、すごい車が避けるってことですもんね。そう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 、まあ、避けるというか構える、構える、そうですね。そしてステアリングはもうめちゃめちゃ滑らか。うん、どうですか、ハンドル持ちやすいですか。持ちやすい、持ちやすいです、めちゃめちゃ持ちやすい。まあ好みあるんでしょうけど、はい、この深淵のが好きなタイプの人とか、はい、こういう握りやすいガングリップになってるのが好きな人とか、はい、BM みたいな太いのがいい人とか、はい、僕はアウディワーゲンはかなり好きです。 あとスイッチ類がこう微妙なタッチになってないんで、ちゃんと一応クリックが残ってるんで、はいはいはい、その辺は結構いいかなっていう。新しいメルセデスとかはこの全体的にこう動くタイプのスイッチだったりタッチだったりするんで、やっぱり運転中に操作するってなってくると、この辺は少し残ってた方が、そうですね、手応えあった方がいいですよね、いいかなっていう気はします。ただこのエアコンのこれもそうですね、はい、なんとタッチということで、すげえな、これなんかね体感と同じ感じがする。体感も確かススススって触ってやった気がする、また液晶が多いですよね。そしてあの見てくださってる方は、あれ車ちっちゃくねって思うかもしれないけど違うんです、乗ってる2人がでかいんですそうですね、はい、快適、快適です。前回エリーゼで狭かったので、そうだね、今回は広い広い車用意しました。中間の車ないのあとは車高とタイホイールじゃないですね、それはもうボンドにお任せということで、はい、いい意味でよ、はい、いい意味でこう主張しすぎてないんで、そうですね、街に溶け込むというか、はい、あんまりこう押し出し感強くないんだけど、はい、やっぱりこう S8 ってトップレンジだから、はい、もうちょっと主張は欲しいかなっていう気はします、個人的には。もしくはもうそれを通り越してめちゃくちゃ不良な S8 もバリバリ言って、もうベタベタの車高とかも見てみたいけど、ね、なかなか S8 で遊び倒す人は見ないですよ ね、ちょっとそれ怖いものを見たさっていう感じはあるけど、はいはいはい、普通に街乗りにするにしても、はいはい、もう少し多分で分かんないけど、コンセプトカーとかあとか分かんないけど、はいはい、多分出る前のなんかイメージとかだと、多分もうちょっと、はい、もう1センチぐらい車高が下がって、うんうん、多分タイホイールもう1日ぐらい大きくってっていうイメージで出てきたんじゃないかな車めちゃ曲がるんだけど、分かりますね。最小半径が 5.3 メートルとか、確かにですよね。223が 5.5 とかなんで、意外とめっちゃ曲がるよ車、曲がりますよね。4WS すごいこれ今びっくりした、はい、自分が思ってた以上に、うん、ハンドル切った量以上に曲がったからびっくりしました。しかもこうスピード領域で曲がり方が違うっていうのもあるみたいで、うんうんうん、だから 4WS もすごい進化したなと思って、はい、藤本くん知ってるかわからないけど、はい、昔それこそホンダの車とかマツダの車が 4WS を採用してて、はい、1990年代かな、はい、全然流行らなくて、そうマツダセンティアについてて自分好きだったんですよ。そう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 。それがついてるがゆえにこう社外ホイールがあんまり攻められないっていう。そうですね。ありましたけど、それが今や超高級車にもう標準装備のように採用されて、こんなに違和感なく乗れちゃうっていう。そして気になる乗り味の方はもうどこまで行ってもフラット。そうですね。ただやっぱり細かい
のはちょっと広すぎて、微振動は少しありますね。これだから少しタイヤかなっていうのも感じました。タイヤの銘柄変えたりとか、そうですね、しても違うのかな、はい、やりようはあるかと思います。ただもう高速ぶっ飛ばした時の期待は大です。はいはい、まだこれだけフラット。あ、オートか。オートですね。設定は、はい。で、ステアリングのレスポンスはかなりいいっす。はい、いいですかね。めっちゃいいよ。はい、めっちゃいいっていうか多分 4WS が効いてるから、うん、車がもうスッてこう、はい、向きが変わる。ブレーキの効きもめちゃいいです。うん、すごい優秀。どうします、コンフォートプラスいきます。そうですね、はいはい、果たしてこの細かい振動がコンフォートプラスで消えるのか、もっと乗り味が良くなるかどうか、はい、メーターはもう他モデルおおよそ共通のこのバーチャルコックピットなんで。そうですね、はい、もう見慣れてきましたね、アウディだと使いやすい、はい、あ、さっきカメラマンも言ってたけど、はい、デジタルになってもちゃんとこのフードが残ってるのが、あ、なるほどなるほど、やっぱりいいっすよね。いいですね。で最近こうもうバーンっていう、はい、フードもありませんみたいな。テスラとかもすごいじゃん、もうなんかもう増えてきてます。そうですね、もう画面だけモニターがついてますよ。そうですね。あれ、細かいの消えたよ、コンフォートプラス。確かに、あれ、こんなに違いますか。え、全く消えたんだけど。あれ、タイヤ変えましょうって言ってすいませんでしたって感じ。違いますね、うん、あれ、こんなに消えるかっていうぐらい消えてますね。おお、早い。え、早いけどね、なんだろうな、めちゃくちゃジェントル、うん、トルクがしっかりしてますからね、まあ、コンフォートプラスっていうのもあるんだろうけど、なんか表現してブワーって感じじゃなくて、うん、どこまで行ってもジェントル。ちょっとパドルがついてるのが違和感あるぐらいすごいジェントル。ああ、でもやっぱり少しそれでも残ってる、細かい、本当に細かいの。めちゃくちゃ深いかっていうと全然そうじゃないけど、そうですね、やっぱりそのスポーツ要素もかなり強いんだなっていうのは感じますね、はい、ダイナミックで。じゃあ藤本君はダイナミックマッサージレビューしてください。これで車両か。車両です。ここはやっぱり慣れないとあれだな。そうですね。こういうデジタル系のやつは。助手席が。どれだ。これでもランバーです。マッサージ。はい。じゃあちょっとリラックスさせていただいて、はい、リラックスしてください、ぶっ飛ばすんで。あ、スポーツにするともうあっからさまにアクセルレスポンスが良くなって、はいはい、ステアリングのこのニュアンスも変わってます、うん、で足もさっきよりもタンタンタンっていう感じ、ただベースの車がフラットな感じは、はい、もうベースのところ変わってない、うん、え、すごい、ちょっとこれぶっ飛ばしたいな。ちょっと渋滞が多いですね。そうだね、今日は。で街中でも本当にこうあのスマートに走れるんだろうけど、はい、本当に高速の移動とかも多分気持ちよく走れると思う。そうですね、快適に。S クラスよりこうしっかり走りたい人向けというか、あ、このトルクフルな感じは。そうだね、はい、同じ4リッターツインターボだけどね。そうですね。いや、この装備の良さはびっくりした、はい、マッサージも意外と強めです。あ、そうなんだ。しっかり押してくれてるんで。そんなこと言われたら俺も、はい、ただついてる、おまけでついてる感じではない強さ、はい、サワサワサワっていう感じ。サワサワじゃないですね、ちゃんと動いてます、ちゃんとしてくれてますね。いや、全然いい。マッサージも全然いいです。
だから他のモデルだとやっぱりそのトップレンジロングがあったりとか、はい、もっとあの多機等の、まあ、BMW なんかそうだけど あったりするんで、はい、そういうのからするとやっぱりこの、まあ、リアの快適性もっとあるやつもあるし、うんうんうん、そうですね。だからトータルで見ちゃうと、はい、絶妙な立ち位置になっちゃうのかもしれないけど、うんうんうん、やっぱりアウディのトップレンジだけあって、うんうんうん、もう基本装備かなりいいし、そうですね、うん、走りも抜かりないし、はい、だから控えめなのがいい人はかなりいいんじゃないかなっていう、うんうん、早い、いいですね、結構早い、はい、けどなんかもうすげえ乱暴なわーって感じじゃないね、ちょっとこう AMG と違う感じの、そうだね、そうだね、全然違うね、力強さあるんで、これもうちょっとなんかあれだね、やっぱりこうシェアを取ってもいいというか、もっと評価されてもいいというか、そうですね、なんかこう正直僕の偏見かもしれないけど、はい、なんか S6 さんとかあの辺の影に隠れちゃってる感が、そうですね、まあ、S8 と7シリーズがどうシェアを奪っていくかみたいな立ち位置ですよ ねけど今年もヨーロッパ5月に行かせてもらったんだけど、はいはい、ヨーロッパのアウディのこの支持率というか、はい、めちゃめちゃ多いのよ、うん、まあ、モデル限らずさすがにね、はい、8はそんな、8はそんなにいなかったけど、はい、アウディめちゃめちゃ多い、ね、よし、じゃあ藤本君、はい、車を出してくれた前社長、行きます、安全運転で頼むよ、はい、まあ、社長、多分運転席の後ろに座んないけどそうですね、はい、左後ろですね撮影の関係上ご了承ください、はい、あ、これね、箱感すごいね、車めっちゃ硬いね、この車、はい、アウディスペースフレーム、じゃあ一回そうですね、コンフォートにして、なんだっけ、アルミ対応されてるこのフレームだから、はい、なんか普通のシールで作る時よりかもなんか 40% ぐらい軽いとかっていう、でメインで使ってるのはその衝突の前のところと、はい、だと後ろのここのトレーの、はい、ここのところと、あとその他もろもろ細かくアルミなんかを使ってめちゃくちゃ軽く作ってるという。後ろでもあれだね、どうですか、これ、はい、これ下げていいかな、座面がちょっと高い気が、あ、うん、下げられないんだよ、あ、下げられるのか、前に出すと、あ、下を前に出すと、もうちょっと座面低い方がいいかななんて思ったりなんかにしたり、でもこんなもんか、こんなもんか、全然寝てける、寝てきますか、はい、このわがままボディ土屋が寝てけるっていうことは大体の人は超快適に、そうですね、はい、わがままボディ藤本も寝れますね、それ、いいな、そしてブラインドも、はい、あるんでこんな感じでシャギーンと、でリアのブラインドもこんな感じでシャギーンと、で当然ここ反対側も上げられるんで反対側のブラインドもシャギーンと、はい、あ、これ全部閉めるとやっぱり暗くなるから、はい、この30色のアンビエント今グリーンになってるけど、はい、これがはっきり見える感じに、そしてマトリックス LED っていうとヘッドライトのイメージですけど、はい、そうですね、なんと S8 リアのこのルームランプもマトリックス LED ということで、はい、何がマトリックスなんだと思ったらこれいっぱいこう LED が入ってて、はい、全部細かくこれできちゃうと、眩しい、眩しすぎるぐらい眩しい、はい、インテリアライト、マトリックスライト、これでなんとどこをどういうふうに照らすか、あ、読書灯、はい、これでこう照らす範囲も、はい、お分かりいただけますでしょうか、はい、これでこうグイングインこうここまできめ細かいできる必要があるのかちょっと謎ですけどそんなのもできちゃうという、すごい、これいいね、だから自分で運転しても、うん、人乗せても後ろに乗ってもそうですね、いいっていう、バランスがいいです、
で前の視認性もすごくいいです。ヘッドレストがそんな大きくないんで、はい、だシートは結構厚みがあって、うんうんうん、大きいんで多分それで座り心地かなりいいんでしょうけど、はい、少しここの圧迫感はあります。ただ今画面見てもらって分かるように、はい、藤本くんが暴走しております、はい、ちょっと迷子ですあ、本当だ、これすごいね。本当にテールスライドしてるんじゃないかっていうぐらい普通箱のこう前がこう動くだけだけど、こう回転のやっぱり中心が車のセンターみたいな、そういう車の動きをしてる気がします。乗ってわかる、お尻がこうもう左右に動く感じ、進行方向じゃなくてもう自分のいる位置から左右に動く感じ。いかがですか藤本君。いや乗ってても楽しいですね。運転してても楽しいですし、ちょっと楽しさあるぐらいしっかり走れる、ね、そうですね。決してあの RS みたいなのアドレナリン出る感じではないけど、はい、ちゃんとしっかりこう運転してる感じも、そうですね、伝わりますね、残ってる感じ、はい、じゃあ藤本くんが考える、はい、この車のダメなところを教えてください。ダメなところ、はい、そうですね、ダメなところ、はい、さっきも惜しいなって言ったのはこのパネルとか、はい、もう一歩こう作り込めるんじゃないかなっていうのはありますよね。確かに超高級はもっと上があるから、ね、そうですね。そういったところではまあバランスがあるんですかね。確かにそれは、まあそこを目指してないって言われればそれまでかもしれないですけど、そうですね、もう少しこう調整とかなんかこう、はい、で雰囲気すごく良くなるのになっていうのは確かに、そのドアのちょっとドアじゃないカップホルダーの蓋の開き方しかり、そうですね、タイホイールしかり、はい、でも多分そこが普通なのがいいところなのかなですね。そうかもしれないですね。あとはカメラマン的にはこの B ピラー、いや、価格です価格そうね、あ、じゃあそこはしっかり突っ込んでコメントしましょう藤本君、はい、どうですか価格ですか、はい、価格帯的には、はい、でもやはり、まあ、高すぎないっていうところでは手の出せる範囲ではあると思うんですよね、うん、はい、なので、まあ、資産価値、まあ、最後やっぱりこうお客さん最近こう来店されるお客様の傾向としてやっぱこう最後 V8 だったり V12 を何に乗ろうってこう選ぶ方が来てるので、そういったところではこれをぜひ最後の V8 の1台として選んでいただいても全然満足いくんじゃないかなとは思いますね。なるほど、はい、リセールは正直そんなにめちゃくちゃいいかっていうと、はい、BM の、まあ、そのビッグセダン、はい、しかりアウディのビッグセダンしかり、はい、やっぱりこう新車からの目減りは結構大きいかなっていう。大きいですね。新車からって考えたら大きいですけど、まあこうセカンドオーナーとして考えるんであれば、確かに、はい、もう新車からだいぶ下がってますもんね。新車からだいぶ下がってます、はい、この背中のアンビエント意外にいいな。これアンビエントもリアから触れたりするの？これ触れると思います。インテリアライト、そうですね、本当だ。あ、本当だ、はい、そうですね、ビジョン、明るさマックス、インパルス、赤、あ、青目立つね、やっぱりね、カリブ海、はい、じゃあ藤本くんはカリブ海かな。カリブ海で、はい、ビジュアルがカリブ海なんで、カリブ海賊感ありますかねいやー勉強になりました、はい、久しぶりに乗って発見があったり、そうですね、やっぱりね、あと思ったけどね、乗るところが違うと感じ方がだいぶ違うなっていう。なるほど。前回大宮店だったんで、はい、こう本当に下町というか、はいはい、住宅がちょっとブーッと走った感じですけど、はい、今回こうメインの幹線道路走ったりして、はい、やっぱり車の動きが違く感じたりとかして、うんうんうん、非常に勉強になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ最後になりますけれども、はい、めちゃくちゃ良かったんですけど、はい、そうですね、装備もしっかりついてますんで、もうこれ以上ないものかなと思いますね。個人的にはちょっと市場でも触れましたけど、はい、この車高とタイヤホイールを、そうですね、もう本当に微調整でいいと思うんですけどやったらもっとかっこいいんじゃないかなと思いますので、そんなこともできますんで、はい、ぜひボンド葛飾にご相談ください。というわけで今回はアウディ S8 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。